今まで目撃したもので一番怖かったものって何ですか一番怖かったもの目撃した中ですよね <laughs> うん出来事で言うんであればほんまにめっちゃ怖かったんですけどその一回僕車乗ってた時期あって でその時にあの駐車場金かかるからって言って実家に泊めるスペースあったんでそこに泊めてたんですねでで実家とちょっと15分ぐらい離れたところにその時住んでてその時に車置いてまあ家に徒歩であの帰ってたんですよ歩いてでまあその夜中の23時ぐらいやったんで。 まあ誰もいないい感じで、まあ、いつも通りやったんですけど普通に歩いて帰ってたらなんか <laughs> チャリンコ乗ったおばちゃんおばちゃんなんかなパーって来てでなんか止まって僕にしゃべり僕イ,イヤホンで音楽聴いとったんでちょっと聞こえへんかったんですけどなんか喋りかけてきとって「なんか言ってくるはい」って言ったら「あの鶴橋駅ってこ,こう行ってこう行くんでしょ」とか言われて。 あ、ね、そ,その道間違えとったから「あ鶴橋駅はここちょっとまっすぐ行ってあの、右曲がったらいけますよ」って言って「えあそこ?」とか聞かれてる「あそうですあそこ右曲がったら」って言った瞬間に「ねえエッチしよう」って言われて「はい?」ってなって僕普通に「はい」って聞いたんですよほんならその時そのおばちゃんマスクつけててジャケット着とったんですよ。<laughs> そうジャケットをパッって脱いだ思ったら T シャツに乳首のとこに穴バーン開いとってうわっってなって <laughs> それオーバーハんじゃなくておっさんやったんですよ。